第6師団51周年、神町駐屯地57周年記念行事における、関越更新第6師団は、陸上自衛隊の師団の一つ。東北方面隊直轄にあり、山形県東根市の神町駐屯地に司令部を置く。機動師団であり、1個即応機動連隊及び2個、普通科連隊を機関としている。東北地方3県の防衛警備、災害派遣を任務とするほか、 民政協力及び国際貢献活動を行っている。第6管区総幹部は、第6師団司令部に、第6偵察中隊は、第6偵察隊に、第6通信隊は、第6通信大隊に、第6衛星大隊は、第6衛星隊にそれぞれ称号変更。第6対戦車隊、第6輸送隊を新編。第44普通科連隊が、福島中東地で、 編成完結。第6特化連隊に第4代隊と、第5代隊第12中隊を新編。第6戦車代隊に第4戦車中隊を新編。第20、第21、第22、第44普通化連隊を自動車化連隊に改編。第6武器隊、第6補給隊、第6輸送隊、第6衛星隊を統合し、第6広報支援連隊を新編。 第六特化連隊第六代隊を第六公社特化代隊として分離独立、師団直轄とする。第六対戦車隊に1マット小隊を新編。第六偵察隊に電子偵察小隊を新編。師団司令部付け隊に科学防護小隊を新編。秋田県の警備担当が第九師団になり、第21普通科連隊が第九師団に編成がえ。第九師団霊下の 第38普通科連隊が、多賀城駐屯地に移駐し、霊下に変合、即応予備自衛官指定部隊に改編。第6戦車大隊に第4戦車中隊を再編。第6対戦車隊を廃止。霊下各普通科連隊に、対戦車中隊を進編。銃マットを配備。第6師団司令部付け隊科学防護小隊を、第6師団司令部付け隊科学防護隊に改編。 第20、第22、第44普通科連隊に軽装甲機動車、01、式携形態戦車誘導弾が配備。第6後方支援連隊の武器代隊を廃止し、第1整備代隊、第2整備代隊に再編。第6戦車代隊の第3戦車中隊、第4戦車中隊を廃止。第38普通科連隊が、東北方面混成団霊下に編入。 師団司令部に火力調整部を設置。第22普通火連隊を第22速応機動連隊に改編。第6戦車大隊を廃止し、第22速応機動連隊霊下の機動戦闘車隊として新編。第6特化連隊を廃止。第6広報支援連隊、第2整備大隊特化直接支援中隊を廃止。第6情報隊を新編。ありがとうございます。